体類、艦体類とは、ヒン・モウツナとヒルズナの総称。陸上、海中、淡水中と広い範囲に生息しており、体長は0.5ミ、mm、リメートル程度から3メートルに達するものまで多岐にわたる。一般に細長い。左右対称で、多少とも副肺の区別があり、節足動物ほどには目立った、付属詞はない。いわゆる全虫の典型といってよい。体には、 骨格等はなく柔らかい。エラかまたは皮膚で呼吸する。体は感情の大切が直列に並んだ構造をしている。大切の構造は基本的にはどれも同じで、頭部以外の大切にはそれほど大きな差はない。なお、節足動物とは異なり、関係動物の大切は内部の対抗をも区分している。体は細長く、 前端と後端以外の大切は、普通はほぼ同じ形である。前端には、口全容があり、ここに、目や口触手などがある。ただし、ヒル類、耳ズ類では、口全容そのものが、対価的で、判別できないこともある。体の先端にある口を含む大切を意向説と言い、イボ足を書くなど、それに続く大切とはやや形が異なる。それ以降は、 ほぼ同型の大切が並んでいるのが普通である。ただし、耳ズ類では、大前方に肝体という複数大切がまとまった構造が見られる。逆にヒル類では、大切の表面がさらにヒダによって区切られるため、見かけでは実際の大切数より多くの区切りが見られる。消化系は先端の口から後端の肛門までほぼ直線的。循環系は 閉鎖血管系を持ち、赤色色素のエリスロクルオリン、ヘモグロビンによって体内の酸素運搬を行う。ただし、心臓は持たず、便のある血管自体が収縮することで血液を循環させている。脳神経節と腹側神経策からなる比較的よく発達した神経系を持つ。死有動体で交尾による体内受精が行われる。 発生は直接発生が行われる。海産、または炭水産、及び湿った土壌中に生息し、乾燥した陸上で生活するものは少ない。捕薄性、巣穴を作って定着し、デトリタスを触手で集めるものなど、様々である。炭水産の種が多く、陸生種もある。特に貧乏類では陸生の種が多く、陸上の生態系では、 土壌の形成に大きな役割を担っている。ありがとうございます。